Welcome to Drifting World。 ますますいけるドリフトテクニック、団体パフォーマンスも超レベルアップ。この迫力、なんでこうなるの。ちょっとやそっとのテクじゃここまで見せられません。楽しんでもらいましょう。のけぞっていただきましょう。チームワークドリフトの真髄、ドリキンが切る最新パフォーマンスのオンパレード、いくぜ。オリンピックの街長野へようこそ。ということで今回はですね、はい、すごいですよ、はい、全国大会のチーム日本一、そうです、はい、やってまいりました、はい、第3回イカスアシリアチーム日本一決定戦。それでは選手の入場です。どうぞ。さあ来ました、福岡県代表の FNR、はい、入場してまいりました。そして続きますはレスポンス、はい、レスポンス。そして今日カサピー軍団が入ってまいりました、はい、もう優勝してるチームですね、はい、カサピー軍団第2回の日本一、はい、そして香川からやってまいりましたフロントロー、そして滑走すばしり、滑走すばしり、こちらは山梨ですね、山梨です、山梨ですね、はい、山梨ですね。横波 RS の面々が、はい、これはどうですか。横波レーシングは横波 RS は高知県しっかりやってまいりました、はいはい、石井教室、はい、岐阜県からは石井教室、はい、石井がおります。柿の種レーシングが入場です、はい、新潟からやってまいりました、はい、柿の種レーシング、はい、さあそして村一番、村一番今週は大分からやってまいりました村一番、村一番、はい、神奈川県代表のシャウトロークが入場してまいります、はい、難しい名前です。これもなかなかレベルの高いチームですかね、はい、続々と素晴らしいチームが入場してまいります、はい、続いて織戸さん、はい、続いては閣議学園です。おなじみ閣議学園入ってまいりました閣議学園、はい、はい、続いてローズバットです。ローズバット、はい、奈良県からやってまいりましたローズバット、はい、続いてはなんと来ました K スタイル with ラピット来ましたね、黄金チームからやってまいりました、はい、クマクボ、はい、続いて、はい、続いては挙動不審、はい、挙動不審が入ってまいりました、挙動不審ですね、福岡代表挙動不審続いてがクレイジーバナナ、はい、クレイジーバナナが入ってまいります。ブレイクは、ブレイク、はい、ブレイクは東北、秋田、東北、宮城からやってまいりました、はい、宮城、はい、で日本最北端、はい、はい、連合秋田雪国からやってまいりました、やってまいりました、畠山の姿が見えます。全17チーム、はい、はいはい、日本一を決定するために17チームが集まりました。力すごいですね、こんだけ集まりましたね、どれが勝ってもおかしくないですね、はい、さあ第3回日本一決定戦、はいはいはい、連合秋田とブレイクだけは予備予選があって、 そこありますね、はい、これどっちかがこういうことですね、どっちかが来るということで17チームがこのような状態になって、これ楽しみですね。そうですね、はい、うん、はい、非常に面白い戦いになることは考えられますね、はい、はい、それじゃあ野郎ども行ってみるぞー、まあ、審査コーナーは今のストレートから来てこの1コーナー入ってきて、減速のブレーキじゃなくて曲がるためのきっかけ作りを1コーナーでパーンと振って、でそのままパワーと感性で持ってきて2コーナーにつなげる。2コーナーに関してはもうクリップちゃんとついてないとポイントから外されますね。で立ち上がって次の3コーナーに、こちらは続き学ぶに紹介してもらいたいと思います。はい、そしてここが3コーナーです。まあ2コーナーから3コーナーはちょっと直線がありまして、ここまでどうつなげるか、そしてこの3コーナーから4コーナーは短い区間で連続してますんで、この辺のタイミングも非常に難しいということになってますが、まあこの3コーナーまでが非常に大事なところです。そしてその先はどうなっているか、織戸君お願いいたします。はい、マカオ先生のとこからですね、僕はここまでやってきました。ここはですね、3コーナーを抜けて4コーナーから5コーナー、6コーナーのここは比較的緩やかなパワースライドをするところです。まあ土屋さんの言った通りメインはまあ1コーナー、2コーナーからそこら辺までなるんですけど、まあ、どうしても決まらないときはここら辺のコーナーも重要なポイントとなってくると思います。さあ真剣勝負のスタート、出場チームのホームステージを交えてお送りしましょう。さあチーム日本一決定戦ということで、はいはいはい、今回はね、うん、ガラッと変わりましたね。すごいです ね、 いいですね、この変わり玉こたつですね。でまず第1回戦、はい、第1回戦1組目は、はい、フロントロー対 K スタイルラビットです。第2回チーム日本一2位のフロントローと四国大会優勝の讃岐うどん愛好会の連合チームだ。すごいです、四国は盛り上がってます。さあ香川といえばそのチームはフロントローです。
こんな寂しかったチーム今まで日本中があって、お前一チームもねえよ。おい、ちょっとドリフト頑張ります。はい、ドリフト始めてまだ2ヶ月の藤田言います。まだ昨日始めたばっかり町かと言います。こんなやつばっかかよ。でギャラリー秋山どうしたんだ。秋山は女の土手に登ってるんでしょ今。いや2チームで4人、これ素晴らしいんじゃないですか。こんな状態で香川の代表、四国の代表として全国大会に臨むというフロントロー、フロントうどんだっけ。フロントうどん、うん、そうですね、うん、どっちでもいいっすよ、ね、で出れればいいっすよ。たぬきうどんだったんだ。ドリフト頑張ります。あったあった。さあじゃあとりあえず走りのステージ、熱い走りをでもね見ましょうかね皆さん。それじゃあ元気よく行ってみよう。さあまた上がってきようと、まあ、なかなか火花を走りながら熱い走りには見えるんだけれども、やはりいかんともこの3台というのはどうしようもなく寂しい。これに尽きる。ここにギャラリーがいますんで、フロントローに入るってのはどうだろう。いやちょっと今なら全国漏れなく全国大会に出れるんだ。あー、京太京太、うん、やりますね。もうなんや、香川のレベルも高いやんですよね、うん、すいません、誰かイカ店僕らの代わり出てくれませんか。そんな小さい声じゃ聞こえへんっつうの。でなんとかスカウトして全国大会までに5人を集めるということが、湯浅の宿命。大丈夫か。うん、多分大丈夫だと思いますね。2人以上では多分出れると思うんですけどね。これからダブル X 攻撃をかますというフロントローのフォーメーション。さあどうやって入ってくるか。さあちょっと湯浅が一人飛び抜けた状況になっている。これはまたバラバラになってしまった。秋山が土手登った。また秋山が土手登り。これはいけません。バラバラ、湯浅もスピン。全国大会優勝の熊久保ヒットに協力メンバー、ドリフト界のワークス、ケースタイルウィズラピッド。東北代表といえばもうご存知でしょう、ケースタイルです。通常の走りのステージ、みんなだいたいね、いい峠だったけど、この峠はどんな感じ。ここはですね、距離的に約 1200m、 コース幅が約そんな峠はねえんだよもうずるいよね。もうどこ走ってもいいようなサーキットだもんな、ホームコースは。そうですね、はい、これが強みだよな。まあそうですね、はい、小口を先頭、岡が来る、三島わったギリギリ、いやー素晴らしい、なかなか迫力あるな走りを久々に見せてくれている。いい金バカですね。バカです。本当にこいつらはやはり切れている。やはり優勝候補は間違いないのかもしれない。笑い。スタイルウィズラビット第38回東北大会の優勝。はい、完璧ですね。強豪です。小口が先頭。ちょっと離れた。ちょっと離れましたよ。ええ、あ、しかし綺麗な状態。前2台離れちゃいましたね。そうですね、これくっついてればまあなかなかの2台3台でやってますね、はい、まあ確かに個々の技術は非常に高いチームですからね。フロントロー対 K スタイル with ラビット、はい、はい、1組目 K スタイルの勝ち。はい、勝ったですね。いやいや、というわけで K スタイルの勝ちです。はい、さあ1回戦2組目に移りたいと思います。はい、行きましょう、ね、ローズバット対、はい、村一番。はい、はい、関西のお笑い系チームローズバット、車も仕事も年もバラバラだがボケとツッコミのリズムは絶妙。続いてのチームはローズバット。相変わらずのローズバット、ね、センダー、ミツオ、ナハダ。まああれから野良したん、メンバー変わらんの。メンバー変わらないですよ。変わんない、はい、なんか無所行っちゃったやつとか。ね一人ね、ちょっと無人君に通いすぎてね、借金抱えすぎて、ね、全国バシバシで行きますから。関西の凄さを見つけたら、関西のもうちょっと汚さも見せとかなあかんかな思って。
相変わらずの調子やな。そうですね、まあとりあえずはそうですね。来ました、ローズマット高速コーナーの左、綺麗です、綺麗に揃っている。こいつらはうまい、こいつらうまい、やるわ。 S13 そして86の混成チーム、さあ来た、非常にいい振り返し状態、5台が非常にまとまった走り、銀狩りも86非常にスピードの高い切れた走り、しかし今3時過ぎ、非常に接近した状態になっている。 S13 の前、いやースピードもある、うわー迫力迫力、いや素晴らしい技、スピードそしてまとまり、この団体での走り、ローズバットなかなかいいかもしれない、これはかなり期待できます。さあどう出るか、奈良県代表関西大会の優勝チーム、はい、ついてますね、ここはついてる、いいですよ、あいい感じで入ってきた、揃えてきた、まずまず揃えてきた、感覚も保っている、感覚も保っている、ほらこの辺いいですよ、さあ綺麗に、あっと先頭全員スピンだ、遠いとこからはるばるエントリーの九州大分代表村一番、全員86キャブ仕様で行くぜ。九州、ここは大分、大分といえばあのチーム村一番です。どうなのこの5人は勝ったの、なんか2人しか残ってないです。え、あ2人しか残ってない、3人勝っちゃった、3人はニューメンバーです。車の構成としては86オンリーで、あ86オンリーです、86オンリーで、で全員キャブ仕様、全員キャブ仕様です。とにかく後ろの人が前を抜くっていう、とにかくスピードの乗った、スピード乗せてそこまで接近していきたいと、そうですね、おいうところね、はい、なるほどね。じゃあその辺ちょっとね、今日、今高速峠かなりいい感じの峠に来てるんでね、それの走りをちょっと見てみたいんだけど、 OK かな、 OK、 分かってください、いつでもミスターでしょ、九州の九州男児の意地張り、分かったよ、よし分かりました。ということでですね、何言ってるかこういった全然分かりませんので、この村一番の走りをですねちょっと見てみたいと思いますので、ではあなたも行くぞー。かなりの接近した状況で、うわっとギリギリ行った、清田テール2ノーズの状態で登っていく、この上から見る区間の86の、あっと危ない、おっと危ない、おっと危ない、お抜きつつかれずやってます、あんなもんじゃないと、あれは今のはシャラム冗談じゃないと、わかりました、じゃあもう一回言っていただきましょう、しゃべろよ。さあ来ました、バコーン立てて村一番の接近戦、86中心のチームでこの全国大会に臨むというところ、あったー、このような走りの連発、これが全国大会で出てしまってはいけませんが、このぐらいの迫力を持って村一番全国大会に臨むということで期待いたしましょう。よーっと違うとこ行った、同点登った、同点、4台で臨みます、このぐらい、いいですよ、踏んでますよ、どうでしょう、いい感じで入ってきた、早いですよ、いい感じ、4台とも揃った、早い、早いスピードもなかなかある、これは早い、3コーナーもクリア、おいいですよこれ、さあ4コーナーの感じはどうか、あと1台、3台目がミス、しかしまずまず揃えてきました、はい、踏んでますよね、はい、村一番まずまず1本目見せましたね、はい、ローズバット対村一番、はい、対決は村一番、ありがとうございます、じゃあ冒険ですか、いやありがとうございます、ひっくり返ったから勝ったんだと思います。ひっくり返った人はどうですか、いや早いですね、自分一切走ってないですからね。